こんばんは。こんばんは。長谷川コーチ。はい。まあ、初級の方、初中級の方ぐらいなんですけども、やっぱりバックハンド、ちょっと両手バックなんですけども、最初ちょっとやっぱりフォアハンドに比べると、ちょっと手こずるところなんですけども、そこがちょっとミスが出やすいなっていう方に対して、何かアドバイスがあれば、お願いします。そうですね。やっぱり経験っていう意味ではすごい少ないと思うんで、やっぱりどうしてもボールを入れたいと思ってしまって、やっぱり早くボールを打つ前に、ボールをこう、捉える前に先にやっぱり打ちたい方を見てしまう、まあ、そういう方結構見受けられますね。なるべくしっかりと、まあ、ポイントとしては目ですね。目をしっかりボールに合わせ続けるというのがすごい大事なのかなと。ボールを捉えるところまでしっかり目線が崩れないということですね。はい、目を常にボールから離さないというのは大事ですね。なるほど。目をもう離しちゃうと、はいはいはい、打ち損じも多くなっちゃいますし、あとは力も伝わらなくなっちゃう、はいはい、余計な力入っちゃったりしやすくなる。まあ、そこがポイントの一つです。なるほど。そして二つ目はですね、狙うってことですね。狙う、やっぱりネットがこうあって、その上どうやってどれぐらい通していくのかとか、ボールの軌道とかをあらかじめ頭の中でイメージして、やっぱり目安がないと不安になってしまう、はいはい、ある程度しっかり目線はボールに合わせますけど、頭の中でボールの軌道とかスピードとか、そういうのをちゃんとイメージしてあげると、結構体がちゃんと操縦してくれるんで。なるほど。そのボールに近づけてくれるっていう作用もあります。なるほど。球の軌道をしっかりイメージして、まあ、目線はしっかりボールに残しながらも頭の中でイメージすると。そうですね。なるほど。そこは大事だと思います。なるほど。やっぱりこれも結構やっぱり反復練習がやっぱり大事ですかね。大事ですね。やっぱりそこら辺のイメージっていうのはやっぱり少し球数打ってくれば、だんだん良くなってくるなと思います。はい、じゃあ、この後ちょっと打ってるところを見させてください。はい。いいですね。まあ、今の両手バックでやっぱり目線がちゃんと打点に残ってる。そうですそうです。そうですね。はい、うん、これだとやっぱり大事ですね。なるほど。はい、目がこうやって早く飛んじゃうと良くないですね。はいはいはい。で、今結構見てるとスイングゆっくりですよね。そうですね。うん、やっぱこれが結構最初大事ですかね。大事ですね。男性なんかすごい力入っちゃってブン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 振り回そうとしちゃって、さっき言った症状になりがちな方もいると思うんで。今のくらい少しゆったりな滑らかなスイングを意識して、やっぱりその方がボールをしっかり捉えるってことに関してはやりやすいですね。なるほど。最初はゆったり大きく振ってあげた方がいいと思います。だから速いボールとさせてこうスイングが崩れちゃう、フォームが崩れちゃったりすると余計良くないと思うんで、最初は少しゆったり振ってあげるといいのかなと思います。じゃあ今度後ろからも取らせてもらいます。はい。いいですね。はい、結構今球の軌道は高かったんで、はい、うん、あれだとやっぱりネットミスが少なくなりますかね。はい、やっぱり少し高めに狙いも設定してるんで、気持ち的にもね楽に打ちやすいですね。多少やっぱり正直打ち損じちゃう時もあると思うんです。はいはい、ただその分高さがある分、まあ、保険が使える、ちょっと外してもちゃんと確実にネットを超えるような狙いの設定もしてます。なるほど。そうすると非常にラリーが続きやすいのかな。そうですね。はい、やっぱり最初のうちはラリーが続かないと、やっぱりどうしてもテニスが楽しくなくなってしまうっていうのもあると思うんで、そうですね、今のくらいのスピードでラリーをしっかりできるようになれば OK ですかね。そうしたらもうすごいテニス楽しくなりますね。確かに、はい、いいですね。じゃあ今の長谷川コーチのバックの、両手バック、皆さん真似してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。